平野紫耀の自虐発言にファンがムーう反論。おつむが弱いは本当かキング、リンチェのメンバーでその端正な容姿とキャラクターで多くのファンを魅了している平野紫耀よしかし、彼が8月29日に行われたボシュロムジャパンの新 CM 発表イベントでの自虐的な発言がファンたちの熱い議論を巻き起こしている。一体どのような発言が行われ それに対してどのような反応が寄せられたのか。本校ではその真相に迫る。イベントの舞台8月29日、都内で行われたボシュロムジャパンの新 CM 発表イベント。この日、平野潮は、ボシュロムアクアロックスワンデー UV シンの1デイコンタクトレンズの新商品のイメージである、下たるレンズの世界観を体現したスーツで登壇した。 そのスーツは、爽やかな濃いブルーと白の色調で、下たる、をテーマにした新商品の雰囲気を存分に表現していた。発言の内容登壇した平野は、髪の毛もウェットにして全身で、下たる、を意識しました、とコメント。普段は見られないウェットな黒髪も披露し、その姿勢に賞賛の声が上がった。 さらに、平野は、いつか、いつかは目だけで女性を虜にできるような男性になれたらいいなという夢は持っています。と微笑みながら語りかけた。しかし、イベント司会者がその夢がすでに叶っているのではないかと指摘すると、平野は、まだです。まだまだです。特徴し、おつむの方が弱いと自負しておりますので、そちらの方だけは勉強していこうと思います。 と自虐を交えながらコメント。この発言が会場を沸かせ、ファンたちを笑顔にさせた。ファンの反応しかし、一部のファンは、この自虐的なコメントに疑問符を持ち、ネット上で賛否両論が広がった。女性指揮者によれば、ネット上では、そんなフレーズ、とっさに出てくるってすごい、おつむが弱いっていうワードセンスは、さすが平野市耀。 平野は、おつむが弱いんじゃなくて、昇進正明正の天然、など、平野のコメントを絶賛しつつ、おつむは弱くない、と否定する声が相次ぎました、とのことだ。ファンたちは平野の発言に対し、彼のユニークでユーモアのある一面を楽しむ一方で、おつむが弱い、という自己評価には異論を唱える声も上がっている。 一部では、この発言が平野のファンにとって新たな一面を知るきっかけとなり、コミュニケーションの一環として受け止められているようだ。平野の夏の抱負一方で、イベントでは平野市様が夏についての抱負についても語っている。ファンから、最後にしっかり見ておきたいことはと質問された平野は、今キング。 リンチェはツアー中なので一人、一人ファンの皆さんの顔をしっかり見ていきたいなと思っていますと答えたタップさらに、新商品を装着して全国ツアーを行う中で楽しそうにしてるかな満足してるかなと確認しながら全国を回っていけたらと思っています。とも語っている。 これはファンを喜ばせる一方で、平野がファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らの声に真摯に向き合っている姿勢を示しているものと言えるだろう。平野仕様の自虐的な発言がファンたちに賛否の声を呼んでいるが、それは彼のファンとのコミュニケーションスタイルやユニークな一面を楽しむ一環とも言える。ファンを笑顔にさせる一方で、 真摯なコミュニケーションを大切にし、新たな一面を披露する平野の姿勢は、彼の人気をさらに高めているようだ。一つの発言から垣間見えるアーティストとしての姿勢と、その背後に広がるファンとの絆は、キング・リンチェの成功に大きく寄与していることだろうだろ。